日本神奈川県川崎市宮前区、犬倉健造は神奈川県川崎市宮前区の町名である。現行行政地名は犬倉1丁目から犬倉3丁目で1986年11月23日に当地区における住居表示実施に伴い新設された。郵便番号は216-0011。面積は1.084平方キロメートル。 宮前区の北西部に位置し、川崎市内の幹線道路である知って黒川道路が貫通している。一帯は宅地開発がなされているが、戦後の宅地開発により一部で地図混乱地域が発生した。井のぐの北部では、菅尾、初山、南平台と、東部では土橋や詐欺沼と接する。南部では、横浜市青葉区美しが丘と、西部では、 神奈川県道13号横浜生田線を境界として追託と接している。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば犬倉2から8から34の地点で25万4000円平方メートルとなっている。犬倉の名は欧永五年の名があるワニ口に菅尾大倉の形で登場する。 その後もしも菅生村菅生村、向こうが岡村川崎市の称名であったが、1986年の住居表示設定で町名として採用された。犬は当地にあった御嶽社の使い神である山犬、あるいは実際に犬や狼が生息していたとする説や、低い、小さいを意味する説がある。蔵は谷を意味するごとされる。犬倉が住居表示を施行する前の字は、 以下のようになっていた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口推移のグラフ建造の人口は以下の表のように推移している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2017年現在、域内に鉄道は存在しない。なお、川崎中間高速鉄道の計画があり、当地に 犬倉駅が設置される予定となっていたが、この計画は2015年に休止が発表された。川崎市バス、菅尾営業所路線の詳細については、川崎市バス、菅尾営業所、川崎市バスは市がミネ営業所、東急バス2時が岡営業所を参照のこと。当地に、川崎市バス、菅尾営業所が設置され、上戸駅と当地を結ぶ路線も運行している。ただし、 同営業所が委託であることもあり、宮前平駅、溝の口駅、生田駅と当地を結ぶ路線は、わしが峰営業所の所管であり、菅尾営業所は営業所と離れた路線も、管轄することとなっている。また、美しの森地区と多摩プラザ駅を結ぶ路線を、東急バスが運行しているほか、知って黒川道路を経由して、聖マリアン内大病院と詐沼駅を結ぶバスを、川崎市バス。 東急バス、小田急バスが運行している。ありがとうございます。